from 宮崎の新富町。私たち日本人にとって重要な問題ですし、また世界的に考えれば人類としても非常に大きな価値がある。農家とエンジニアが手を組んで、この大きな志を持って人類の未来のために貢献をしていきたいと。しっかりと現場で使えるものを作っていく。そして今まで誰も成し遂げたことのないこの農業の課題をテクノロジーで解決するという、これを何としても実現すると。必ず達成します。農業の人手不足を解決する AI と収穫ロボット、 L。 アグリスト株式会社、高橋義彦。はい、それではローンチパッドスタート。3、2、1、ローンチ。人口約1万7000人の小さな町、宮崎県新富町から農業課題を解決する社会的企業として、私たちは農業の人手不足を AI と収穫ロボットで解決します。アグリスト株式会社、高橋です。よろしくお願いします。突然ですが皆さん、ピーマン食べてますでしょうか？私はこのピーマンの肉詰めが大好きです。想像してみてください。もしかしたら20年後、この美味しい国産のピーマンが食べられなくなる、そんな未来が来るかもしれません。日本の農業は人手不足という大きな課題に直面しています。儲からない、担い手不足、規模を拡大できない、この負のスパイラルに突入しているのです。私たちはこれを収穫ロボットで解決をします。開発開始からわずか1年、私たちはすでに6台の導入が決定しています。そしてエネオスとともに55兆円の世界市場へチャレンジします。その先に時価総額1000億円の企業を目指します。これまでの企業と私たちは全く異なります。農家さん視点で、今までにない視点で開発を行っていきます。皆さん、収穫ロボットというと 100% 完璧に全てのピーマンを収穫する、そんなロボットを想像しないでしょうか？しかし農家さんに聞くと、そんな高価なロボットは誰も導入できない。それよりも 20% でいいから、最低限の機能で安価なロボットを作ってほしい。それほど人手不足が深刻化しているのです。そこで私たちはこの農業ロボットの開発を農家とともに始めました。新富町は野菜のハウス栽培が盛んな地域です。私たちはこのハウスを農家さんから実証実験の場としてお借りをし、開発ラボを数メートル先に持って研究開発を進めてきました。プロトタイプの開発の段階から、このように農場で、そしてすぐ隣のラボで研究開発をしたのがスピードの秘訣です。宮崎県は10月から6月、ほぼ1年中このピーマンの収穫が可能で、毎日毎日ピーマンがなり続けます。これを今人の手で一つずつ収穫しているのです。しかしながら、この40度近くもある過酷な環境の中で、高齢化、人件費の高騰も相まって、収穫パートの人手が圧倒的に不足しています。このままでは持続可能でなくなる。そこで JA の理事を務める農家さんとともに共同開発を始めました。どうせその流れとしてはやっぱりロボット化というか、人材が足らないというところで、どうしてもその機械化に頼っていかなくちゃいけないというところが、まあ5年10年内に来るだろうなと。まあ何かしらその次どういうことがしたいですかって聞かれた時に、必ずまあ絶対次はもうロボットだろうって。ロボットは絶対に必要です。しかしながら農場に行ってみると、このように地面に葉っぱが落ちていたり、さまざまな障害物があったりして、従来の地面を走るロボットでは解決不可能だと判断しました。そこで私たちはこのように空中を移動するロープウェイのようにワイヤーを伝って移動するロボットを開発をし、国際特許を申請しました。これによりハウス内を自由にロボットが巡回をし、搭載されたカメラでピーマンを一つずつ認識をし取得をする。これをプロトタイプ開発からわずか半年で農場で私たちは実現をしました。夜間の実証も完了しています。さらにこの収穫ハンド部分は日々進化を遂げ、この部分だけでも新規性、進捗が性があると評価をいただいています。私たちはこの小さな町から農業課題をテクノロジーで解決するという志を持って、この日本から世界へ農業ロボットを展開していきます。それが私たちの収穫ロボット L です。私たちはこの収穫だけではなく、 AI でハウス全体をデータ分析も行います。これによって規模拡大の壁となっていた病害地の早期発見も実現をします。
私たちはこのロボットを農家さんに150万円初期導入費、それで金額で導入をいたします。農家さんにとって軽トラを買うぐらいの感覚です。加えてロボットが実際に収穫をした野菜の売上の 10%、 これを手数料としていただくビジネスモデルですね。農家さんは実際に導入します。なぜならこれまで収穫できなかったものを収穫し、売上を確実にアップできるからです。その結果ロボットの経費を支払ったとしても利益が出て儲かります。さらに規模を拡大し、さらに儲かります。私たちはこれを宮崎県新富町という場から始めました。この町は農家と協力をし、2年以上スマート農業を推進してきました。農家も毎月勉強会を開催し、ロジカルに自分たちの農業をアップデートしてきました。このスマート農業を実践する農家とチームとなってロボットを共同開発できている。これが私たちの最大の強みです。ピーマンは画像認識取得、難易度非常に高いです。しかし私たちはここをすでにクリアし、最もシンプルな機構で早く開発できる。この利点を生かし、ビジネスを加速させます。宮崎県が生産量1位を誇るキュウリ、そして世界的に見ても55兆円の市場を持つトマトへと参入し、グロースしていきます。産学関連系も着実に進み、社会実証の準備進めています。そして6人の農家からスタートし、来年には正式にサービスイン、主要生産地からは買いたいという声をすでにいただいています。エネオスともスピード感、町との連携に評価をいただき、一緒に世界展開を目指そうということで出資をいただき、銀行にも出資をいただき、この農業ハウスのパッケージを日本の英知の集結として世界へ展開していきます。その結果5年で売上35億、この国内主要の生産地の 20% シェアを獲得し、上場、世界展開、その先に持続総額1000億円のベンチャーへと、さらなる成長を私たちは遂げます。この小さな町からソーシャルインパクトを起こし、将来的に人類の未来に貢献する農家とエンジニアが持続可能な農業と社会を作る、それが私たちアグリストです。応援よろしくお願いします。いや、優しい。トマト大好きなので頑張ってください。ありがとうございます。すごい力強いプレゼンでした。ありがとうございます、はい。